今年も残すところあと59日となりました。南です。悩みではありません。この動画をよく見てくれてる人はお気づきの通り、おやおや角度が違うぞって思うと思うんですけど、顎が気になるんだよな、この角度は。あのね、三脚をね、忘れてきたんですよ。シンガーソングライターのエミちゃんっていう人がいるんですけど、エミちゃんのライブ、あ、ライブじゃねえ、オープンマイクに参加したんですけど、その時忘れてきたんですよ。エミちゃんがね、バナナケーキみたいに焼いてきてくれてて、すっげえうまかったんですよ、それが。超美味しかったんですけど、なんかむさぼり食ってたら忘れて、そのまま、忘れたことも忘れて、ブリスベンから帰ってきて気づくっていうことになっておりまして。で、連絡をしたらさっきエミちゃんに、預かってるよーって言ってくれてて、やっべと思って、ありがとうっつって、今度渡してもらうことにしましたので、それまではちょっと角度がおかしい感じの動画になります。まあ、ずっとね、ブリスベンにいたんですけど、こう、まあ、楽しかったっすよ。すごい良かったし、私さ、留学、昔したことあるんだけど、なんか外国行った方がいいよっていろんな人に言われるし、分かってるんだけど、なんだろうな、全然なんかそういう気があんまなくて、たんだけど、初めて留学したいと思ったんです。まあ時期的な問題とかもあるとは思うんだけどね、初めて思ったから、その気持ちはなくさずに行こうと思って、で留学センターに問い合わせたら、なんかいろいろ見積もりをくれて、だから頑張ってお金貯めて、まあ、頑張んなくたってお金は貯まるんだけど、多分お金を貯めて留学しようかなって。で、なんか5週間とか言ってたんですけど、なんか5週間だと寮とかに入れないらしくて、まあ一人で暮らしてもいいんだけど、なんか寮で暮らせるのは寮めんどくさくないから、ホームステイもいいんですけどね。ただね、ホームステイね、食べ物の問題があるから、ちょっと私ね、食べ物、毎、なんていうの、こう、いっぱい食べなきゃいけないのが辛いから、なんかこう合わせて食べるのがあんまできないから、こう、寮だといいなって思ってます。だから3ヶ月か半年ぐらいバーチャーと行っちゃいたいなっていうのを思ってて、もうその方が寿命伸びそうだなって思ってるので、そんな感じで今考えてます。なんかそう思ったら、なんか急にね、生きるテンションが上がってきてね、生きようみたいになったんだよね。多分、日本にずっといると、ちょっと病気になりそうだから、日本にずっといるとっていうか、なんかこう、なんつうんだろうね、こう、なんか、まあ薬は飲んでるけど、結構なんかもう、あれ、うつ治ったかもみたいなぐらいの感覚もあるし、まあ同時になんか、あまり焦りすぎないのがいいなっていう思いもあるんですけど、どっちも持ちつつ、っていう感じではありますけどね。なんかこう、ずっと閉じこもってちゃ面白くないし、せっかくね、命があるんだからっていうのはすごく思ってます。多分その方がね、私はバランスが取れるんだろうなっていうのはなんか発見でした。すごいよね、これ。光、どういう状態なんだろう、これ。光だよね、これ。ここか。ここだ。光がすごい。いいですね。はい。で、なんかね、今、ノートをやたらと更新してて、なんかノートずっと、ノートって知ってる？ブログ。なんか、ノートはね、ずっと私、パソコンで更新してたんですけど、これね、
なんかね、喉がね、あのね、なんか、携帯でも更新できる。てか、なんか、携帯で更新した方がやりやすいっていうことに気づいて、そこからずっと最近携帯で更新してて、それでなんか、結構いい感じなんで、なんかこの調子で毎日動画みたいに更新したら楽しいかもなーみたいなことを思いつつ、すげえな、ここも光が思いつつ生きております。料金円だろうな それだけがね。でもね、3日間、4日間はね、禁煙できたよ。禁煙するとね、やっぱ心なしか減るんだよね。別にいいや、みたいな。ただやっぱね、でもね、食べる量が若干増えたなと思ったんですけど、体重は変動なかったですね、特に。ただ、まあ酒のせいでむくんでますけど。まあいいや。そう。で、昨日帰ってきて、これはあの弟が働いてる大学 QUT って言うんですけど、もう帰ってくるけどね、あいつ。ブリスベンのね、大学なんだけど、そこのパーカーを買ったんですよ。嬉しい。喜び勇んで。で、なんか私、その、ガッシュさんっていう、まあ、彼のね、お友達の中目くんって、中目黒で、居酒屋、めっちゃ美味しいですよ。行った方がいいですよ、中目くん。てか行きたい人は連れてきますよ。で、ガッシュにやっぱ怒られて、お前黒全部捨てて明るい色着ろって怒られたんで、カツ入れてもらって。だから、黒とか紺色売ってたんですけど、いや、ここはピンクしようと思って買って、で、これ気に入ってずっと着てたんですけど。なんかこれでマスクしてたからなのか分かんないですけど、日本に帰ってきた途端に、なんか日本に帰ってくると、そのなんかね、こう、私はワクチン3回打ったんですよ。このためだけに3回打ったんですよ、私。本当はなんかね、2回しか打ってなくて、てか打つ気はさらさらなかったんだけど、1回ね、おじいちゃんがなんかパニックになっちゃって泣いちゃって、あ、ちょっとかわいそうだなと思って、まあ黙ってようかなと思ったんだけど、まあ打って。で、もう、2回目は何で言ったんだっけな。なんか2回目もなんか言われて、なんか私家族がパニックるとね、ちょっと弱いんだよね。なんかかわいそうだなって思っちゃうんで、もう全然家族を言い訳してるけど、家族のために打って。で、3回目は、なんかその PCR 受けたくないがためだけに打ったんですよ。なんか3回打ってると、なんか免除されるんですよ、いろんなのが。そう。ね。嫌じゃん、帰国前になってさ、帰れませんとかさ、ふざけんなって話だから。で、今回はね、ちょっと大事な仕事が一個、あさってに入ってるので、もう帰れないでやばいと思って、とにかく帰りたいから、っていうので、3回打ったんだけど、で、なんかそうするとね、こうなんか SOS っていうアプリと、なんか接種証明書のアプリを携帯に入れて、で、それを、なんか、なんか、それぞれの空港でなんかね、見せるものが違うんだけど、なんかまあ見せて、で、QR コードで読み取りだから今全部、こう、パスポートと一緒に読み込んで、OK だったらいいよって通してもらえるんですけど、なんかそれで帰りに、でもね、その、まあ、羽田だったんですけど、正直、なんかもうすげえごちゃごちゃしてて、なんかザ・日本式って感じだったんですけど、でもなんかもう本当にワクチンの接種会場とあんま変わんない感じで、その時にね、こうおじさんだったんですよ、私の担当で。なんか私黙ってたんですよ。黙ってたってか別に喋ることもないし、こう、あーって感じでこうお辞儀してって。そしたらなんかおじさんがだんだん顔がなんか青ざめてきて、なんかどうしたのかなって思った。なんか、Hey, touch please とか言われて、おはーいっつって、で、私も黙ってるから、おはーいっつって、ピッて言って、イミグレーション、ゴーストレート、ゴーストレートとか言われて、
あ、外国人だと思ってんだと思って、はーいと思って、まあ、面白いから何も返事せずに、あ、thank you, thank you so much とか言って、have a nice day とか言っちゃって、スーって言って、で、それで、そのままなんか、あ、外国籍の方こちらで、はいっつって、はい、go straight, left side とか言われて、すみません、日本人ですっつって言って、あ、失礼いたしましたとか言われて、別に失礼じゃないんだけどと思って。でもなんか私、役所でもそう言われるんですよ。もうね、なんかね、とにかく役所でもメアヘルプユーってすぐ言われるんですよ。なんでかわかんないですけど、なんか、そういう空気を出してるのか、めんどくさい空気を出してるのか知らないんですけど、マスクしてると余計に言われるんですよね。で、私の弟も中国人の留学生みたいなんですよ、見た目が。あいつと並んでると完全に中国人の留学生だと思われる機会が爆上がりするんですけど、中国人の留学生だと思われてんだろうなと思って、多分格好と髪の毛かな。なんかやっぱこういう風に染めてるのアジア人だけなんですよ。アジア人だけかわかんないけど、なんかこう、ブリスベン行った感じだとアジア人だけだったのね。そう。でも多分あんまり韓国っぽくはないんだろうなと思って、中国っぽいんだろうなと思って、なんか中国人には本当に、中国人っていうか、なんか中国の留学生みたいなのには本当に間違えられるんだよ、私、よく。めんどくさいから、Thank you! とか言って、Thank you so much! とか言って、Thank you so much しか言えないんだけどね。でも、くじゅうなんとかはね、すげえ使った。覚えた。くじゅうなんちゃら。うじゅうなんとかか、くじゅうなんとか。どっちかっていうと、いつもメンヘルプって言う側だったんで、こう、ね、インドカレー屋の時とか。ね。でも、ちゃんと英語を勉強していこうと思って。あ、でも多分私、日本語おかしいんだよね。発音とか。A の音が強いって言われるからおかしいんだと思うんだよね、多分喋り方とか。まあでも、これはね、インド人のせいにするけど、半分インド人のせいだから、これは。うん。そう。それこそ私ね、ザジズゼゾの発音できなくなっちゃって、ある時。じゃ、いまだに怪しいんだよね。じゃ、ザイス、ザ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 だよね。ザ。ジャイさん。ジャイさん。ザイさん。おじいさんはわかるんだけど、財産ってあるじゃないですか。なんか、インドの人って、みんながみんなとは言わないけど、ザジズゼゾーがね、苦手なのね。タチツテトとザジズゼゾー苦手で、彼らとずっと一緒にいて、インド人と付き合った時は、発音が移っちゃって、で、ザジズゼゾー、今言えるな。ザジズゼゾー、ザジズゼゾー、ザジズ、ザジズゼゾー、ザジズゼゾー。あ、私、セリフ覚えなきゃ。ふと思い出した、やべ。で、ダジズゼゾ。ダジズゼゾですよ。ダジズゼゾが、次苦手で、で、財産分与の財産ってあるじゃないですか。財産って言えなくなったんですよ、ある日。財産みたいな。財産って、その、オーナーの息子がね、ジャイアンみたいだったんですよ、パッと見。で、傍若無人だったからジャイアン、ほんとそっくりで、ジャイって呼ばれてたんですね。で、ジャイさんって言ってたんですよ、私彼のこと、ジャイさん。ジャイさんとジャイさん分かんなくなっちゃって、ジャイさん。で、ジャイさん、今ジャイさんって言ってるけど、ジャイさん。え、何言ってんだろうね。ジャイさんでは言えるけど、ジャイさん、私のジャイさんはって言ったら、私のジャイさんは、アクセント入れればいいんだよ。私のジャイさんはって聞こえるみたいになっちゃって、私もジャイさんって言えなくなっちゃって、ジャイさん。おかしいよね、今。多分、ジャイさん。ジャイス、うん、あ、難しいんだよ、ザジズゼゾって。日本人ってすごいよ、だから。よく発音してるなって思うもん、いつも。うん。つは言えるけどね。つはね、言えんだよ。つ、つ、つ。でも、つも多分、つとか言うから、おかしいんだと思う、発音が。うん。なんか、あんまり、ジャパンって言ってもらえなくて、外国に行くと。何でもないんだよ。これ自慢でも不幸自慢でもないんだけど、本当に事実としてあんまり言ってもらえなくて。まあ、の代わり、こう、絡んではもらえるんだけどね。そう、留学とかすると。結構、おいおい、こういう口こいみたいで言ってくれて、あれ日本人でしょ、あんたはみたいな。俺も日本人なんだけど、思って。We are Japanese みたいに言うんだけど。
嘘だよっつって、まあ、性格は日本人じゃねえよとか言われて、なんかまあ性格は日本人じゃないんだ多分。あ、でもね、わかんないから、そんなものは。何人だっていいんですよ。魂ですよ、人間は。っていうことで、片付ける。でも、ちょっと明るくなって、明るくなってっていうか、いいタイミングでブリスベンに行けてよかったです、すごく。川沿いの街でね。いや、いいとこだよ、ブリスベンは。本当に。人口密度がそんな多くないし、川だし、それこそ今回さ、手伝ってくれる、あんこさん。制作のね、パンドラの。あんこさんも、ブリスベンにご留学されてたよね、昔。いいとこだよ。私、もう一回行きたいもんって言ってたんだけど、よくわかる。もう一回行こうよって感じだもん。いいとこだよ、あそこ、本当に。初めて留学したと思ったもんね。思ったことないんだけど、アメリカの方強制だったんで、全然留学嫌だ、もう嫌だっつって、ほぼもう嫌だ、嫌だっつって言ったけど、ブリスベンはいいとこですね。最高。なんか、みんなのんびりしてるし、のんびり加減が同じぐらいなんで、最高だなと思って。川もあるし、こう、ね、5時でみんな仕事終わりだしさ、3時に店閉まるからね。大学もね、5時に帰るんだって。先生が5時に帰るから、もう自分も5時に帰るって言ってた、弟もね。いい生活してんな、お前らって。まあ、ただ物価高いけどね。物価高いんですけど、外食とかほとんどしない生活。でもね、いいデートできそうだなって思ったの、国。5時に終わるでしょ？川沿いのね、飲んだくれのお店いっぱいあるからさ、最高だなと思って、あれでクルージングしてさ、ちょっといい感じの音楽が流れて、ちょっちょちょみたいなさ、お店いっぱいあるから、そこでさ、川眺めながらさ、いい酒飲んでさ、ビールとか飲んでさ、すぐ結婚するよね。ね。いや、思ったもん。私すぐ結婚できそうだな、ここ行ったなんて、すげえ思い上がりですけど、いや、でもね、思った。いいデートできそうだな。いや、日本ってね、日本ってねっていうか、まあ、別にさ、結婚してる人もいるし、恋人いる人もいるし、みんながみんなとは言わないけど、さ、なんかそういう結婚する人の率が、別に結婚をね、いいとしてるわけじゃなくてね、そういうわけじゃなくて、ただ単純に考えて、多分そういうの、なんか恋愛指数とかが、あ、あともう一個、アセクシャルとかノンセクシャルの人に対しては別に私言ってないので、こう恋愛指数がね、普通に一般的に見て、ダーって下がってるとか、統計的に言ってんのは、まあ普通にまあ同性婚とかそういう話もあると思うんですけど、やっぱね、働きすぎなんだと思うんだよね。まあもちろんさ、そういうのがあって、まあ人口密度だよね。日本はね、人口密度が多いから仕方がないと思うし、そういうのがあるから、まあ回ってる世界もあるので、一概にそれだけのせいとは言えないんだけど、でもね、デートする時間ないんだろうなって思う。なんかそれはすごい思った。なんかこういう国だったら、もういくらでもデートできるし、楽しいだろうな、みたいな。私だったらもう川べりでおかしくなってるな、すぐと思っちゃう。って思うぐらい、まあね、観光客で行ってるからさ、住んだら住んだなりの多分問題が起きる、いっぱい起きるんだと思うんだけど、でも全然なんか私はいいなって思っちゃって。ね。本当にそう思った。なんかいいなーって。だなんか定期的にブリスベンに逃げようっていう計画を立てて、でやっぱりなんか私、こう彼が死んじゃった10月にあんまり日本にいたくないなって思ったんですよ、本能的にね。こうなんかやっぱり、だから10月らへん毎年消えようかなっていう計画を立てております。毎年消えられるのかどうか問題はあるけど、まあ時期が来たら消えるぜ問題って感じで、なんか彼の命日に日本にいたくないっていう個人的ななんか思いはある。3月が一番嫌いだったんですけど、今まで10月が一番嫌いになりましたね。嫌いっていうか、なんかこう鬼門みたいになっちゃったね。3月が一番鬼門だったんよ。なんかね、3月って嫌なこといっぱい起こるんだよね。っていう個人的な印象だったんだけど、
もう10月になっちゃったので、これそれが、まあ、10月ってさ、お母さん誕生日なんだけどね、誕生月なんだけど、10月嫌いと思って 個人的にね。まあ、でもそういう人生があってもいいよね。耐え忍ぶだけが人生じゃないじゃん。私はとにかくなんか全方位、全方位違う、全部の方角から寿命を延ばせって言われてる気がして、今とにかく南生きろみたいな、生き延びて生き切って寿命を延ばせみたいな、お前を生きろみたいなことをものすごい言われてる気がして、だからやっぱり寿命を延ばす方法を、なんとか方法論を駆使して出してって、ってなると、国外逃亡はすごく私には大切な要素だと思ってる。本当に。だからいいなって思ってます。なんかそれでいいと思うんだよね、人生とか。マジで何言ってんだろうね、さっきから すげえ適当だけど、いやでもいいと思うんだよね、なんか。と思う。なんかそれが私であっていいじゃないかっていう感覚はあるね。まあまあそんな感じなんですよ。シエラネバダ山脈、ヨセミテ渓谷。いやーでもタバコはうまいね。もう一本吸っちゃおう。今日も長いぞ。暇だからね。暇じゃないんだよ。まいよ。本当にうまい。うまいなって思う。何回言うねんってね。うまいんだよ、これがまた。なんか今まで私土鍋と、こうなんだっけ、あれ、タジン鍋しか家にないんですよ今。だけどなんか鍋買おうかな、鍋じゃねえ、そうそう、小鍋買おうかなって思ってて、あでも買わなくても実家で借りようかな。なんか味噌汁を作るのにやっぱ土鍋めんどくさいんですよ、でかいから。私のやつでもな、タジン鍋なんか味噌汁をちょっと飲んだ方がいいかもしれないみたいなのを急に思い始めて、やっぱ味噌汁ってすげえ体にいいらしいんですよ。まあ当然だと思うんですけど、だからなんかこういいかなみたいな。図書館行こっかな。本返さなきゃいけないですよね。すっげえオーバーしてるから、オーバーステイだよ。そんな感じです。っていうか、まずこの動画を上げなきゃいけないから、必ず外には出なきゃいけないんですよ。っていうか、外に出ることが苦ではなくなりましたね。だからちょっとずつ、まあそれでもある日バーンって来るんだろうけど、またね、気をつけないとね。でもちょっと回復してると思う。そういった意味では。っていう感じかな。
ちょっとこれ吸い終わるまではつけとくね。今日も30分ぐらいだね。長えなー。なんか最近こう、サムネイル画像ってわかる？YouTube のさ、一番上に来る画像つけてないんですけど、つけた方がいいのかね。でもなんか自分の顔でやるのがあんまり、ああ、でも思いついた。いいや、自分の顔でやろう。ちょっと面白いやつでやろう。なんか面白みを求めてきたんですよ、急に。そうしよう。ちょっとなんか思いついた。今何時？ 12 時か。若干お腹が鳴っている。いませんね。いやでもね、とにかくブリスベンっていうかオーストラリアはね、マスクのストレスがなかったですよ。素晴らしかったです。っていうかね、多分ね、やっぱね、マスクをね、ずっとつけてる生活をしてるでしょう。だからね、確実に免疫力落ちてるだろうなっていうのを感じました。ちょっとしたことでね、調子悪くなってすんだよ、意外と。わかんない、それ以外の私はストレスもあると思うけどね、この2週間とかは。だけど絶対肺も縮まってるし、免疫力落ちてんだろうなっていうのは思う。やっぱりこの国はこう資本主義という名の社会主義だと思ってるので、私は。ね、まあいろいろあるけどね、それぞれの良さがありそれぞれに問題があるのでいいとは思うんですけど、なんかこう、やっぱり、もうマスクをしなくても何も言われないっていう、しかもみんな何にも思ってないっていうか、そういう目で見られない。まあ人口密度もあるけどね、絶対に人口密度はある。こんなに人いないから、ブリスベンとかは。いいんだと思うんだけど、それでもやっぱね、私直接は存じ上げないんですけど、笠子さんっていう、なんかこう経営塾のね、方がいらっしゃるんですけど、笠子さんがよくねトルコとか最近エジプトとか行ってらしてね、やっぱり書いてたんだけど、こう日本人だけではマスクしてんのって書いてて、そうだろうなって思ったんですけど、なんか言いたいことがすごい分かった気がするので なんかそうねっていう、なんかね、まあ分かんない、でも、まあ、分かんないことはないな。あんまり人がいるとこではね、ちょっとやっぱりずっと外してるのはどうかなっていまだに思うところはあるけど、でもやっぱりマスクがなくてマスクをしないでいても、こう同調圧力も何もなくてみんなフリーダムみたいな環境をこの時期に味わうことができたのは、私はすごく、それこそジャイさんですよ。ジャイさんだなって思ってます。やっぱり本当にストレスなんだなって思いました。そういう世界が。なんかこう、マスクして同調圧力でやられるっていう世界は、やっぱりみんな普通にね、慣れちゃってるけど、でも私やっぱ慣れるはずがないよ。だって、そうやって暮らしてないんだから、今まで。だからみんな我慢して慣れるってしてるけど、絶対に慣れてないし、慣れてないっていうことを思っても、なんかやっぱ自分を責めない方がいいと思った。なんか難しいけどね。
で、なんか許されるんだったら、やっぱり機会があってね、チャンスがあって、お金があってとかさ、いろいろあるけど、許されるんだったら、どんどん行った方がいいよ。私は外の世界に。こんなちっちゃいとこで、こんなちっちゃいとこで、ってか、いい国だけど、こんなちっちゃい世界で自分を終わらせるべきじゃない。っていうのは、本当に思う。心底思いました、今回。本当に思う。何にも悪いことなんかないからっていうのは思ったし、なんか私はそれを伝えるべきなんだなって思ってます。だから、ね、私の弟なんかもコロナの真っ最中に留学っていうか、あいつ働きに行ってんだけど、教授としてね。AI の、AI ってなんて言うんだっけね。アーティフィシャルだっけ？アーティフィシャルインテリジェンスだっけ？AI のね、助教なんで、彼は。助教として、やっぱり、働きに行ってるわけ。で、でもあいつがやっぱり、留学決めた時って、まあ、それでも2年、ね、経ってるけど、まあ、それでもやっぱりまだコロナって言ってる時だからね。それで、行こうと思った。まあ、キャリアの問題もあるんだけど、教授って大変だからね。研究職ってね、なかなかキャリアが大変だから。でも、その時に行こうと思って、行動に移したあいつは私は偉いなと思います。やっぱ、偉いっていうか、すごいなって。私は行こうと思わなかったから、あいつすごいなっていうのは本当にもうなんか私ブラコンなんでね、極度の大好きなんで、弟がブラコンなんだけど、でもあいつすごいなって思います、やっぱり。なかなかそういう行動に私は移せなかったので、だからもう私もあいつを見習おうと思って、ちゃんとお姉ちゃんもやったるでみたいなさ、思いがあるし、やっぱ英語喋ってたからね、やっぱ。まあまあ、でもさ、研究論文とか全部英語だしね、あいつは英語に触れまくってるから、まあ、そんなんでなんかこう褒めるとちょっと失礼なのかもしれないけど、でもね、スラスラスラって言ってて、わあ、すげえ、みたいな。なんか感動しましたね、いろいろ。暮らしてんだ、ここで、みたいな。だから、こう、やっぱり最大の防御は攻撃なんですよね、きっと。まあ、戦わずして勝つのが一番なんだけど、最大の防御はやっぱり攻撃だと思います。攻撃っていうか、こう、打ち込んでいく力。そりゃみんなうつ病になるよ。みんな診断されてないだけで、うつ病だってみんな。って思う、マジで。だから何も私、うつとか珍しいことじゃないって、うつになって分かりました。なんかみんな腫れ物に触るな、みたいな感じで接してくれるんだけど、全然普通だよ。それこそね、何を告知されようが病気になろうが普通だよ。人間だもん、だって。ただちょっとここの調子が悪いとか、ここの調子が悪いぐらいの話であって、みんな何も変わらないし、そう、だから、うつってなんかこう、ここに元気ポイントがあったら、ちょっとこう、エレベーターが、なんかね、ガーンってくっていうよりは、エレベーターでこう下の階に降りるぐらいの話なんですよ。で、今はこの階にいて、ここからちょっと見てますぐらいの話だから、なんか別にそんな、何も、私は、何も思ってないっていうか、まあ、睡眠薬はやっぱ助かりますけどね、それでもね、とかはあるけど、でも、全然、だから、なんだろうね、やっぱりコロナウイルスって相当ストレスなんだなっていうのを学びました。以上、みたいな感じです。じゃあ今日はちょっと、図書館めんどくせえな。めんどくせえけど行った方がいいな、とか思いつつ。なんか食べようかな。お腹空いたな、とか思ってます。というわけで皆さん、また。